でまあこのログ4 j とかの攻撃でインターネットで今普通にやってるやつとかはなんかやっぱりまあ真の目的は人によって違うんでしょうけど例えばボットネットを作ったりとかあとはクリプトのビットコインとかのマイニングをするとかなんかそういうような目的でやってるみたいな人は多いみたいですねもちろん犯罪なんですけど。 でビットコインとかそのクリプトのマイニングをするっていうのってすごいポピュラーなんですよね。そのたくさんのマシンを乗ってってでそれでマネタイズするってなるとそのマイニングが一番なんていうか他のところと影響がなく単に CPU リソースそのものをお金に変えることができるんでひ、まあ、いては侵入されたコンピューターの電気代をお金に変えてるってことですけどなのでなんかポピュラーなマネタイズの方法なん ぽうん。って思ったのはその Log4j とかのセキュリティホールをついてもしマイニングするようなデーモンとかを開始するのに成功したらそのボットネットが次にやることってその Log4j の穴を防ぐこと塞ぐことだと思うんですよね。そうですねっていうのも次の人が来て CPU 半々で分けると <laughs> もったいないんで <laughs> 次の人入ってこれないように多分セキュリティパッチを当てちゃう。<laughs> 第一人者利益をそろえていけないんでそうそうだからその人のボットネットはいるけどそれ以外のやつはブロックされるっていう状態になるんじゃないかと思ってそうですよねだからドアの鍵が開いてたら侵入してまずは鍵を閉じるっていうそうそう他の人が入ってこれないように <laughs> そういう犯罪組織の人たちが結構ユーザーフレンドリーらしくて。うん なんか大学院でビットコインとかの授業をいくつか取ったんですけどやっぱり犯罪に使ってる人みたいな話とかも出てきてでなんかランサムウェアとか侵入してそのコンピューターのデータを全部暗号化しちゃってで複合の鍵が欲し,欲しかったら何ビットコイン送ってくださいみたいなそういうなんかランサムウェアってあってで、まあ、結構猛威を振るってる。 ですけどそのランサムウェアのメッセージとかすごいユーザーフレンドリーで <laughs>、うん、ビットコインが何なのか分かんなかったらこちらをクリックみたいな,なんかで <laughs> コンタクトアスみたいなリンクがついてたりするっていうねえっていうかランサムウェアアザーサービスみたいな提供している会社もあるらしいじゃないですか、うん、<laughs> すごいでなんかお金を払うとやっぱり返してくれる率が高いらしいんですよね、うん、っていうのも 同じランサムウェアの中ではその信用というのが大切なんで <laughs> <laughs> そのこのランサムウェアはランサムを払っても複合してくれなかったってなると次から誰も払ってくれなくなるんでやるぷにレビューが書かれるかもしれない <laughs> <laughs> こいつらは返してくれなかったって <laughs> そうなので信用第一で商売してるっぽいんですよねやばいね なななかなかすごい世界だなと思ったまあその要求する金額もあんま天文学的なのだと現実味がないから、うん、あのネゴシエーションにも応じます <laughs> <laughs>